歯医者さんのつぶやき。小池病院歯科の小池です。さて、11月の、2日っていう形になるんですが、ちょうど10年前、僕は小池デンタルクリニックだった時ですね。これの会員のためにオープンのためにバタバタしてました。で、この11月のあと、12月1月2月3月と下準備をして4月に、会員をしました。2011年4月ですね。で、そこから、今9年っていう形、ね、来年で10年っていう形になるんですが、10年を前に小池病院で統合という形の流れになりました。まあスタートとしてはまあでも2011年から、僕がここの場所で、歯医者さんをやってるっていうのはまあ変わらずという形になるんですが、ここで下準備をしてた時を思い出すんですが、この会員前の10年前、僕はこう肩をつってました。つってましたって言っても、どんなことだ、何のことなんだかよくわからないって思うかもしれませんが、まあ肩の手術をしましてね、肩を首からこう三角帯でこう吊るして、その状態で会員準備やってましたと。ちょうどですね、本当に正確に言えば僕今でも覚えてるんですが、10年前の11月1日入院しまして、2日で2日にオペをしました。で、指先に関連する仕事をするこう人たちの場合は、その肩の手術をするときに術後の痛みが少なくなるようにブロック注射っていうのをこうしたりするわけなんですが、神経のね、まあ言ってみれば大元の部分、ね、根元分岐していくところの、そのさらに根元の方で、ブロックする形で、で神経のそばで麻酔注射をしますので、場合によってはこう針先が神経をつついてしまった場合に、一時的にですよ、その傷が癒えるまでちょっとこう指先にしびれが出てしまう場合とか、そういうリスクもあったりはします。でこのブロック注射ね、音楽関係の人とか、技術職の方とか、そういった方だとその指先の感覚が変わることが万一あったら困るから、ブロック注射しなかったりするんですけど、先生はどうされますかって整形外科で聞かれたんですよね。まあ、僕も一応指先のこう仕事じゃないですか。まあ、左肩だったんで、まあ、多少そういうしびれが出てもこうそんなに問題はないんですが、あ、じゃあブロック注射はいいですっていう形でお願いしたら、まあオペ室でこう吸入のね、こういう麻酔の部分、これを外してこうだんだん覚醒していきますよね。もうオペ室で完全覚醒してましたね、痛みでいやもう個人的には、まあ、本当に個人的にはですけれどね、肩の手術をするときにはブロック注射セットでやっとくのをおすすめしておきますっていう感じです。11月2日10年前、ちょうど10年前オペをしてたわけです。そしてその日の晩、痛くて寝れませんでした。でも痛くて寝れなかった、かわいそうって思ってくれた人いるかもしれませんが、実はかわいそうなのは僕ではなく僕の友人たちでした。寝れない僕は自分で自分の今の状態を自撮りして、ね、当時なんでスマホじゃなくてガラケーですね、写真撮ってそれをメールに添付し、そこら中の、部活の後輩から何から、送りましたねっていう感じですね。こうぐっすり寝てるはずの時間帯にね、僕送りました。はい、迷惑ですよねっていう感じなんですが、いや痛いのが伝わるかなとか思ったんだけど、結構みんな後輩ね、返してくれました、メールね。大変ですね、寝れないんですね、気をつけてくださいね、だけどこれ以上返信はしないでくださいねっていう感じでね、まあそりゃそうだというふうに思いつつちゃんと返信しましたけど、もう返してきてくれたやつはそのうちの何人かは付き合ってくれるんじゃないかなとか思って捕まえて、メールをしまくったという、そんな11月2日10年前の思い出です。まあ迷惑な話ですよね。まあ、そんな感じで10年前僕は肩の手術をして、その後ね、さっきも言ったように三角帯でこう釣りながら会員の準備頑張ったっていう形になります。はい、
誰しもみんなね、頑張る時期あると思いますが、歯医者さんが開業するときに片手こんな釣りながらやってる人は一体何人いるでしょうね。というわけで、なんか思い出話を話してると時間が来ちゃいましたので、ちゃんと歯医者さんの話をするのは次回以降っていう形になると思いますが、ちょっと興味のある人なんかまた次回も聞いてもらえれば嬉しいと思います。それでは今日もこの辺で失礼します。